ここ最近ずっとトーマを見てないな。あいつ何してんだ？何って言われてもきっとどうでもいいことばっかりやってるんだろ。酒の席について行ったり飯食ったりで、屋敷に帰ってきたら掃除とかな。ああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。ただ口先を動かしてるだけじゃ刀も錆びてくる。あいつの体にはモンドの血が流れてると聞いたぞ。なるほど、道義で。なんでお嬢様はよりにもよってあんな奴なんか雇ったんだ？はぁ、あ、最近ずっと雨が降ってるもんだからよく眠れないよ。お、君たちここで何してるんだい？何かあったのかな？し、ただ休憩時間に雑談してただけだ。行くぞ。まだ他にやることがあるんでな。俺たちは忙しいんだ。トーマ、お前も少しは緊張感を持った方がいいぞ。ご苦労様。でもそういうのは俺の休暇が終わったからだ。悪いね、ちょっとした用事があって少し遅れてしまった。まあ確かに聞こえてたよ。だが大したことじゃない。集団に馴染んでない者が非難されるのはどこでだって同じさ。裏で罵って鬱憤を晴らせるのなら言わせておけばいい。上里家にとっても悪いことじゃないだろ。そうだと思わないかい？うん、そうでないと。今日はとことんリラックスしよう。木漏れ茶屋を出てからずっと後処理に追われたんだ。でもようやく休暇が取れてね。ここは人が多い。どこか静かな場所を見つけて今日の予定について話そうか。もちろん君をおもてなしする以上君の意見も聞いておきたい。前からずっと考えてたんだ。君をおもてなしする以上君の好みに合ったものにすべきだってね。でもどこに行くかについてはまだ明確なプランを立ててない。こういう時室内でまったりするのと屋外でリラックスするの、君ならどっちがいいかな？確かにせっかくの休みなのに外を走り回るのはごめんだ。だったら木漏れ茶屋に行こう。静かにお茶を飲みながら雑談できる、あそこ以上に適した場所はない。俺は先に行っていろいろ準備してくるからそこで落ち合おう。
ようこそ。もう久しく木漏れ茶屋には来てなかったんじゃないかい？ちょうど食事の時間だ。早速腕を振るってみたよ。さあ、俺の料理を食べてみてくれ。武勇亭にはかなわないかもしれないけど、味は悪くないはずだ。どうしたの？そんな驚いた顔して。どうしてそんな誤解が生まれてるんだ。あの時は確かに変な食材を鍋に入れたけど、あれは遊びだったからで。普通の料理はもちろん普通の方法で作る。上里家の慶子として料理も美味しく作れないとダメだろ。とにかくしっかり味わってみてくれ。これは今日予定している特別なおもてなしの一つだよ。どうやら俺の腕前はなかなかだったようだね。ああ、一人で外を冒険するにしても生活の質には気をつけないとね。例えば君のマント、角のところにほころびができてる。そのまま放っておくとほころびが全体に広がってしまう可能性がある。そうなったら対処するのも一苦労だろう。後で俺が縫ってあげるよ。こういう針仕事は得意なんだ。火星についてなら誰にも負けない自信があるよ。掃除、料理、縫い物、どれも俺の得意分野だ。こう、ん？何か問題でも？おいおい、もしかしてシャブ業の人たちに火星科の授業をやろうなんて考えてないよね？それは難しいと思うよ。参加する人なんてほとんどいないんじゃないかな。それを使ってみんなからの印象を変えるのはさすがに現実的じゃないっていうか、まださっきのことを気にしてたのかい？でもこの機に火星の理念をみんなに伝えられるのならシャブ業にとっては確かにいいことだ。一人一人が自分の生活を管理できるようになれば健康な体で仕事に励むことができる。少し試してみようか。大々的に宣伝する必要はあるかな。ああ、シャブ業所内だけで宣伝するならあまり準備も必要ないだろう。机と椅子はこっちでどうにかする。でもシャブ業所内でどう宣伝するかについては相談が必要だ。後でシャブ業所にいる人たちに話を聞いてみよう。はあ、やはり昔の本の方が面白い。
正直言うと、トーマさんの授業は私も聞いてみたいです。しかし、ここ数日は他のことで忙しく、しばらく後でもいいでしょうか。何日かしたら必ず行きます。もちろん、いつ来てもいいよ。ありがとうございます。つかぬことをお聞きしますが、火星科の授業を開くのなら、どうして古田さんに聞かないのでしょう。古田さんは上里家の執事です。こういったことには詳しい。まあ、一緒に行ってみようか。順調にことが運ぶといいんだけど。さんにお客人、これはこれはめったに見ない組み合わせですね。何か一大事でも？いや、なんでもないよ。ただ俺たち火星科の授業をやろうかと考えてるんだ。火星科？それはいいですね。実は以前からトーマさんに火星の技術をハルちゃんに教授してほしいと思っていたんです。やっとその機会が訪れました。しかしそのご様子だと、我々執事と使用人のみだけではなく、シャブ業全体に向けてのもののようですね。それでしたらシャブ業所で大掃除を取り行い、それを通して火星の技術を宣伝してみてはいかがでしょうか。百聞は一見にしかず、口で解説するよりも直接見せた方がいいでしょう。その意見には賛成だ。確かに他にいい方法もないからね。そうと決まれば、一つ気合を入れてシャブ業の人たちに火星の魅力を感じてもらおう。さあ行こうか。雑草を処理すれば花がよりきれいに咲く。これで庭が片付いた。ついでに木に水をやろう。これは、はあ、シャブ業所全体が綺麗で明るくなったね。途中結構いろんな人が見に来てたけど、火星に興味を持ってくれたかはわからない。何はともあれ、
ありがとう。普段はいつも俺一人でこういったことをやるんだ。今日は一緒にやったからかな。机と椅子は今晩のうちに俺が並べておくよ。明日何人来るかはわからないけど。それじゃあまた明日。今晩はちゃんと休むように。それじゃあこの機会に今回は君にでも他人の口を、さてまずは親指側の糸を引っ掻き上げ、なかなか、そう、それでいい。その時は自分の首に巻いてもいいし、好きな人にあげたっていい。こうして想像するだけでなんだか心が温かくなってきたよ。うん、いいね。